あなたなかなか良い腰のものをお持ちのようだ。用心棒の仕事に興味はありませんか？近頃あたりの店が上一氏を名乗る連中に襲われていまして、金を出さないと乱暴狼藉を働いていくのです。そろそろうちの店も危ないと思いましてね。どうでしょう、用心棒をやってくれませんか？おお、ありがたい。早速店の近くで見張りをお願いします。奴らが来るのは夜だと思いますが。今は隠居の身だが構わんだろう。青鬼が暇つぶしに畜生を退治しても、気が向けばいつか詳しく話してやる。一言、お前には言いたいことがあってな。いい大老のお命を奪わなかったこと感謝する。表舞台を追われ死角の狂人に倒れはした。だがあの方の最後はきっと、礼は確かに言った。それでお前は江戸で何をしている？なるほど、あの方の守ろうとしたこの国のためにはなるか。どうだ、手を貸してやってもよいぞ。尺だがな。皮肉か。まあ違いはないか。私の居場所は適当に見繕っておく。気が向いたら探すがいい。ではさらばだ。終わりましたか。どうぞこちらへ。
すごい。お越しの者は伊達ではありませんでしたね。これで安心して店を続けられますよ。あなたもお気をつけて。本当にありがとうございました。